平さんとの、まあ、タッグで。そうですね、あの、うん、もう緊張しました。はい、車検も売れますし、人気になって、はい、ちょっと今度は平原俺っていう車検なんでしょうけど、いやいや、はい、もう最後はね、うん、まあその発車という形であったけど、まあレースとしては変わらずに平原さんも全然、うん、発車という感覚はないんですけどね、うん、もう、はあ、もういつも通りの、うん、確かに、まあ、控室いれば一人いねえなと思います、ね、うん、ただその中も、まあ、そういうこと らしくというか、平原さんの激しい位置取りというか、はあ、うん、いやもう G1 なんで、うん、いくら平原本命って言っても、うん、相手もいい選手ばっかり、はい、気抜けないですよね。そこ本当にしっかりした連携をついていけてっていうのは感覚的にやっぱり、あ、もうそうですね、うん、自信になります、うん、はい、こういうのを積み重ねたいです、うん、まあ、初日もその吉澤さんとのワンツーだったりで、うん、はい、もうレベルの高い選手と一緒に走って結果出せてるんで、うん、本当これをまた続けていきたいですね。最後やっぱりその買わせてるというのはよりそのプラスになる部分も、そうですね、はい、うん、でもなんかまあ買わせるとは思ってないんで正直、あ、もう、はい、もう必死に2着と思ってました、ね、またちょっと1日休んで、まあ、ほぼそのダイヤモンドレースが見えているという形なので、本当ですか、その辺は全然自分ではもう点数わかんないんで、うん、後で教えてください。あの、はっきり分かってくれば、はい、また伝えます。お疲れ様です。